こんにちは、レピさん。いつも動画の方を送っていただきましてありがとうございます。そして今回はですね、復元フレーズ復活の方法、これはいいですね。これは本当ありがとうございます。多分助かる方多いんじゃないかなと思います。あと一つね、送信パスワードっていうのを設定することになってるじゃないですか。これはどうですかね。送信パスワードが何らかの事情でわからなくなっちゃった時、送信パスワードのなんかその再入力の方法みたいな動画があるとね、また助かる方がいらっしゃるんじゃないかなと思いますよね。まあ、くれぐれもでもその上でも送信パスワードはなくさないように、復元パスワードは人に教えないように、このセキュリティ対策っていうのは絶対必須ですよね。この辺も引き続き私の動画の方でも、警告していこうかと思いますので、今後もよろしくお願いします。それではまた。ああ大丈夫です。あ、そうだ、エポックじゃない、なんだっけな、エクスポですね。体のエクスポ、ブロックチェーンエクスポ、これ楽しみですね。はい、この辺のお話もできたらと思いますので、またご検討ください。それでは失礼します。